パーフェクトストライカー2やっていきます。前回の続きで選手のデータっていうのをちょっと見ていく、まあ、データというかね、選手自体を見ていく企画となっています。前回、横浜 F ・マリノスまでやりましたので、今日はベルマール・平塚から、まあ、行けるとこまで行きたいなと思います。大体いい15分くらいにしたいと思うので、やっていきたいと思います。キーパー、掛川選手、懐かしい。この人、正ゴールキーパーだったようそして、三木選手。 まあ大分とかでもプレーしてましたけど、まあ、足速いイメージだったけどそんな速くないのかなデータだとでクラウジオ選手この人はスーパーサッカーで番組があったんですけど、まあ、そこでねスピーシュートスピードを測るっていう企画があってめちゃくちゃすごい数字を出したということでやっぱシュート力が、ね、強いんですよね97フリーキックも蹴っていたイメージですそして高田選手森山義郎選手森山選手は広島でユースの監督とか やってますよねそれであと世代別代表の監督とかね指導者として活躍されてます堀さんもね指導者として活躍してますね今ベルディの監督で以前はね浦和レッズで監督をミシャ監督の後にやって ACL で優勝した監督ですねそして小野智義選手リカルジーニョ選手バデア選手バデア選手は柏レイソルとかその後アビスパ福岡でもプレーしてたと思いますルーマニアの選手かな 船越雄三選手は超新フォワードですね。めちゃくちゃ期待されてたけど、まあ、なかなかね伸びなかったなという印象もありますけど、注目度は高かった選手です。高田康則選手、この年ワールドユースあったんですけど、ワールドユースのメンバーにも入っていたし、期待されてた選手ですね。その後 J2 でプレーがメインになったんですけど、かなり J2 の中でも得点を決めた選手なので、印象には残っています。あとはまあ本田選手は名古屋でもプレーしたかな。そして川口拓也選手、元札幌の。 選手でもありますけど、まあ、今もねアカド、アカデミーで仕事されてるんじゃないかな。いや、されてないのかな。ユースの監督はやってましたよね、アンダー1 8の。そして、殿池選手は元マリノスでもプレーしてた。フォワードもやるし、センターバックもやるみたいな選手ですね。あと、ボランチか。万能型の選手です。そして、松川選手も2002年は札幌でプレーしてましたね。京都に行ったのかな。ベルマーレの後と、京都行って札幌。その後は分かんないです。 そして薄井選手ね。そして広い選手、和波選手。和波選手も札幌では、まあ、キャプテンまで務めた選手ですけど、この人もなめちゃくちゃスピードあるけど、スピードが低いな、能力。まだ1年目、2年目くらいなんじゃないかな、ベルマーレで。そんな感じですね。左利きなのが合ってる。そして時咲妃選手、西山哲平選手とか懐かしいな、平塚選手、佐田富選手。鈴木選手は。 札幌出身じゃないか札幌出身じゃないか北海道出身じゃないかなこの人は何か新潟に行ったような気がしますねで小松原選手は、まあ、この人もこの時世代別代表とかに入ってたけど今はなんか通販の番組とか出ててなんかそういう仕事をしてると思いますねで酒井選手西本選手西本選手ルーキーヤで何点か決めてた印象ですねでベルマーレはまあ 前の年の途中まで中田秀選手とか、まあ、ロペス選手とか小島選手、キーパーもねあと夏夏選手田坂選手とか結構いったんですけど代表クラスが抜けた後のシーズンですねベルマーレもベルディも結構メンバー変わったけどベルマーレも変わったっていうシーズンだったのでなかなかね厳しさもあったんじゃないかなと思いますそして続いて清水エスバルスここはねこの年がもう優勝したんですせせファーストステージ優勝したのかな ファーストステージ清水優勝して、セカンドステージ多分ジュビロ優勝したんで、この時の清水はね、戦力的にはもうめちゃくちゃ揃ってるんですよ。キーパー、真田選手。斎藤選手もフランスワールドカップの日本代表。森岡選手もね、この年日本代表入って、日本代表の中心選手になっていく選手ですね。そして戸田選手もいますね。戸田選手まだ A 代表ではなかったけど、世代別代表で入ってましたね。フランスワールドカップ、フランスワールドカップでは日韓ワールドカップの レギュラー選手ですねで安藤選手も日本代表、伊藤輝選手も日本代表、田坂選手も日本代表、で市川選手もこの、まあ、時日本代表には入ってなかったけど、まあ、日本代表にその前入ってたりとか、その後入ったりする選手ですね。で沢則選手も活躍してた時は日本代表入ったりしてましたね、この時期でも。そして長谷川健太選手、安永選手。沢則さんは今、 清水のユースの監督で長谷川健太さんは名古屋の監督になりましたねそして控え中原選手サントス選手サントス選手はねこれ鹿島から加入したサントス選手ですねでこっちのアレックス選手がサントス・アレサンドル選手後に帰化してサントス・アレサンドルになるアレックス選手アレックス選手この年 MVP ですからね J リーグの一番活躍してたんじゃないかなまあ どのポジションだったの ?352 の左ウィングバックとかやったよな。フォワードもできると思いますけど。そして久保山選手。久保山選手は振り受けですから加入した年かな。服部選手も振り受けですから加入したと思います。そして、あとは野沢選手は新潟で活躍してましたね。選手、西沢淳二選手も、まあこの年はエスパルスで名古屋行って、川,あ違う川崎に行って、名古屋行って、 鹿島にレンタルで行って札幌って感じかな札幌で長かったですねその後今はマリノスの強化をやってますねで谷川選手とか興津選手懐かしいな興津さんも解説とかやったりしてますよねで平松選手ね石田選手石田選手は北海道じゃないかなと思うけど違うかなということで清水はねめちゃくちゃ強いシーズンだったんで日本代表がこれだけ集まってると強いんだなという印象ですね そして次、強いといえばジュビロ・岩田。この時もねジュビロ強いんですよね。ここ97、98、99、2000、2001、2002。その時までジュビロめちゃくちゃ強くて、まあ、2003も2か。だから黄金期なんですよね。キーパー・大上選手、そして古賀選手、右サイドバック、田中誠選手、鈴木秀人選手、服部俊宏選手。 福西選手、七海選手、藤田選手、奥選手、高原選手、中山選手、スタメンがもう代表クラス多い。まあ、田中誠選手と鈴木秀人選手はずっとね、センターバックで活躍してて、まあ、服部選手も左とかボランチで活躍してて、服部さんは今、福島の監督かな。そして福西さんはまあ解説とかやってて、七海さんは松本山田の監督。藤田さんもいろんなことやってるけど、何やってんだろう、今、具体的にはわからない。 で奥選手でしょ高原選手は、まあ、沖縄で沖縄 SV って言っちゃだめなのかな沖縄 SV みたいなドイツ語読みじゃないとだめみたいなんですけどそこでまあ選手権監督もやってんのかな今も、まあ、代表もやってますからねいろいろやってると思いますそれで中山雅史選手はジュビロのコーチやって、まあ、札幌でもこのあとプレーしてました そして尾崎選手ね、アジウソン選手は監督やってましたね、ジュビロで。引退したあとね。そして山西選手、山西選手はドゥンガ選手に怒られてるイメージが強いな。で工藤選手、川口信夫選手、川口信夫選手、スピードあったな。で小林選手は、この後札幌来ましたね。そして前田浩二選手はフリューゲルスで活躍してて、その後ジュビロに入ったとしてじゃないですかね。 で金沢城選手、FC 東京でもプレーしてましたけど、箕輪選手も元札幌だけど、まあ、フロンターレで長く活躍してたかな、ジュビロの後とフロンターレで行って、そこでブレイクして代表入ってましたね。で、今野選手、今野選手も、ドゥンガに怒られてたイメージ強いな、北泰選手、西紀弘選手、西紀弘選手も元日本代表ですね、清水則久選手、まあ、マリノスでも活躍してましたけど。 坂本選手、倉貫選手。坂本選手は湘南。倉貫選手は京都とか、その前、甲府かなで活躍してたイメージです。ジュビロはやっぱこの時いい選手多いですね、本当楽しかったですもんね、見てて。そして続いて、名古屋グランパスエイト名古屋もフリューゲルスがねあの、亡くなったっていう影響で、楢、まあ、崎選手と山口元宏選手っていう、フランスワールドカップのメンバー、活躍。 活躍してた選手を獲得して、ロペス選手もベルマーレから獲得したんですよね。だから大型補強してます、この年、名古屋も。ただ、そんなうまくいかなかったっていうシーズンですね。で、キーパー、楢崎選手、まあ、フリューゲルスから加入、石川選手、まあ、トーレス選手は札幌には現役ではいなかったけど、コーチとしていましたね。ジョアン・カルロス監督の時にいました。そして大岩選手は今はパリ五輪代表の監督になりましたね。その世代の。 まあ、鹿島でも活躍したりとか、名古屋の後はジュビローかな。まあ、大岩選手と望月選手と平野選手、ちょっといろいろあって、このチーム離れるんですけど、まあ、名古屋としては代表クラス3人抜けたような感じだったので、大変な時期だったとは思います。中谷選手、望月選手は、まあ、今、相模原の代表ですけど、まあ、結構移籍しましたよね。いろんなチーム。この後、京都行って、神戸行って、ジェフ行ってとか、いろいろな形だったと思います。 で山口選手、山口選手もやっぱボランチとして、ね、めちゃくちゃいい選手でしたね。そして岡山哲也選手、平野選手、ロペス選手、そしてピクシー・ストイコビッチ選手。ストイコビッチ選手もこのころは、ねまあ、ベテランと呼ばれる年齢にはなってたけど相変わらずキレキレでね素晴らしいプレー見せてましたね。そしてサーブ、伊藤選手は楢崎選手が来るまでは聖ゴールキーパーだったかな。そして大森選手は名古屋で強化とかもやってたと思います。 浅野哲也選手、ウリダ選手も元札幌ですね、ジョアン・カルロス監督のつながりで札幌でもプレーしてました。そして福田健二選手、いや、この人もね、結構いろいろ海外とかでもプレーしてましたけど、スペインとか、パラグアイでもやったのかな、ギリシャとかね、いろんなとこ,とこでやって、まあ、スペイン2部だったと思うけど、結構2桁得点とかして大活躍してたと思います。富永、富永選手も元札幌だよな。東福岡から まあ名古屋入って、その後マリノスとかに行って、マリノスの後が札幌だったと思います。飯島選手はまあ解説者ですね、名古屋の解説とかやってて、まあ、札幌戦の時に、なんか J 選手とチャナティップ選手のことを、ジョイとチャナップって言って、ちょっと話題になってましたね。そして、古賀正宏選手、伊藤選手、古、まあ、賀選手もめちゃくちゃ活躍した選手ですね。宮原選手も東福岡から加入して、 元山選手の次の10番で、選手権ではめちゃくちゃ活躍してました。その後もね、J1 でも、うんと、福岡で J2 で活躍して、セレッソで J1 で戻ってきたりとかもするけど、まあ、J1 で大活躍ってほどはいかなかったですね。そして滝沢選手、野口選手、野口選手は1試合5得点の記録を持っていた選手ですね、元日本代表。で伊藤選手、レフティーモンスター、小倉選手、懐かしい。札幌でもプレーしてましたけど。 この後はジェフ行って、ヴェルディ行って、札幌行って、甲府かな。それで引退かなと思います。なんかその土地、オランダとかにもまたも行ってた気がしますね。で、富永選手は長身のストライカーだったかな。富永選手2人いるんですよね、ここ。で、こんな感じですね。名古屋は、まあ印象に残ってる選手多いですよね、代表クラスで。けど、なかなかうまくいかなかったかなっていうシーズンですね。翌年はうまくいったんじゃないかな。 ロペス選手も、けどこの年1試合5ゴールとかあって、浦和戦かなその印象もありますね。で、続いて京都パープルサンガー。この時は京都パープルサンガーですね。今、名前違いますけど。で、松永選手、キーパーね。まあ、横浜マリノスのイメージも強いけど。で、鈴木選手、大竹選手、佐藤陣選手。佐藤陣選手も北海道出身の選手で、まあ、この後札幌でプレーしてました。 戸倉選手、シジクレイ選手、シジクレイ選手はまあガンバのイメージが強いかな、優勝した時の、まあ、神戸にもい,いましたけど、そして森岡選手、三浦文武選手、シーラ選手、三つ岡選手、黒崎選手、まあ、なんかイメージ的には、シーラ選手は元ブラジル代表で、三浦文武選手はマリノスでずっと活躍してたけど、この時から京都なんじゃないかな、その後ジュビロ行きますよね。 黒崎選手も、まあ、鹿島のイメージが強いけど黒崎さんも新潟とかで監督やってましたね三浦文武さんも去年相模原で監督やってたしやっぱ監督とかやってる人が多いなっていうイメージですね佐藤仁選手も山形でコーチかなやってましたで中川選手手島選手遠藤康人選手遠藤選手はこの年はこの前の年がフリューゲルスで多分高卒1年目だったんですけど それでね、チームがああいう形になってしまったので、翌年からもう京都でプレーして、その後ね、京都で2年かな、2年やってガンバーに行ったと思います。そして藤吉選手、川勝選手、藤吉選手は、まあ、ヴェルディーなイメージが強いかな。そして、キーパー、平井選手。平井選手もね、この後正ゴールキーパーになったりしますね。そして、野口選手、これ、ユッサンチョル選手と同じで全部色ついてるということで、全部ポジションできるということですね。 でガイア選手も北海道出身。もともと下でプレイしてました。辻元選手も世代別代表で入ってましたね。あとは、篤田選手。この人も、この後結構試合出る機会増えるかな。斎藤大介選手。大島秀夫選手もフリ受けですから、遠藤選手と同様に加入して、多分2年目。遠藤選手と同い年くらいですもんね。2年目だと思います。そして、まあ、山形行ってから大活躍して、 その後マリノス行って、あと新潟とか千葉行って、札幌でプレーしてましたね。最後、ギラマンツ来た九州で引退したかな。かなり J1 でも得点能力あったので、代表に入っててもおかしくなかった選手だとは思いますで。京都はね、この年の途中でカズ選手が入ってくるので、なんか藤井選手、背番号11だったんで、カズ選手の後輩じゃないですか、ベルディの。だからなんか譲るっていう報道もあったんですけど、なんかこの時のルールだとまだ背番号が。 なんか譲れなかったみたいでカズ選手が加入した時は36番付けてプレーしてましたねカこの時が多分清水秀彦監督だったんじゃないかな京都がそして途中でカモ監督に代わってカズ選手が来たと思いますそして続いてガンバ大阪見ていきましょう木場岡中選手斉藤大輔選手ダンブリー選手実吉選手柳本選手宮本常也選手この時ボランチだったんだよな そして稲本選手、能力高いね、稲本選手。そして平岡選手、森下選手、小島ひろみ選手、松並選手ね。この中だと、まあ、宮本選手は、ね、元日本代表でおなじみですし、ガンバの監督もやってましたね。そして柳本選手も元日本代表。そして稲本選手はね、99年だから、2001年にアーセナルに途中で移籍したから、その時まではガンバでプレーしてましたね。ガンバでプレーして、まあ、海外行って、も川崎フロンターレで戻ってきて、その後サ 札幌来て、札幌の後が相模原ですか。それで相模原の後、今、南葛 SC に加入してますね。そして平岡選手も懐かしいな。森下選手も札幌でプレイしてましたけど、まあいろいろ監督やってますね。ジュビロで監督やったりとか、トスで監督やったりとかっていう感じですね、引退後は。で、小島ひろみ選手。小島ひろみ選手も札幌にいましたけど、半年くらいしか多分いなかったのかな。この人もね、なんかスピードスターでこの時、売ってたんですけど、 晩年は結構ボランチととかやったたりししてて神戸で活躍してたと思います背番号も銃つけてたりとかして一時期かなり調子を落としてたんだけど神戸で復活したという印象ですねで松並選手も、まあ、ガンバで2回監督やりましたねで阿江選手木場正雄選手解説やってますねあと広中選手もまあアトランタ五輪の日本代表正規のメンバーかな候補か分かんないですけどそんな感じですね そして、バンド選手は札幌でもプレーしてましたけど、この時、ワールドユースのメンバー入ってましたね。多分高卒2年目ですね、このシーズンが。そして、鈴木選手。鈴木選手も、ね、この時、3番手くらいの扱いだけど、シドニーオリンピックの時は18人のメンバーに入ってましたからね。そして、その後も A 代表に入ってました。し松本選手は大宮とかでいたかな。そして、朝比奈選手、貝本選手。貝本選手は韓国に行ってましたね。 荒井場選手は、まあ、日本代表には入らなかったんだけど鹿島で大活躍してたイメージですね、このあと。そして大黒選手、この時フォワードの適性ついてないけど、まあ、トップ下とかサイドやっててこのあと札幌にレンタルで来るんですけどそこでもなかなか活躍できずにガンバに戻ったあたりから本格的にフォワードやりだしてフォワードで覚醒したっていう感じですね。 なんかフォワードのイメージが、まあ、皆さん強いけど、まあ、札幌にいた時きはまあトップ下とかやってたんで自分はまあトップ下のイメージもあるんですけど、まあ、海外行っても活躍してましたし、まあ、代表でも活躍してたんですごいストライカーだったなと思いますそして、双川選手ここもね、まあ、この時はまだなかなかレギュラーではないですけど後にガンマの背番号10つけて日本代表にもなるくらいの選手でしたのでここ2人がいるっていうのはすごいなと思いますね。 林公平選手。林公平選手は、この後札幌にレンタル移籍して、で、札幌に来た後どっか行ったのかなまた別のチーム。川崎とか行った印象ですね。札幌で多分ゴールは決めてなかったんじゃないかなそして山口選手ですね。もう20分くらい経ったか。じゃあもう1チームくらい行っておきますか。セレッソ大阪。いいですね。大阪で締める。キーパー、下川選手。 橋口選手、ペリクレス選手、堀池拓実選手、鈴木選手、野順勇選手、内田選手、真中選手、森島選手、西澤選手、ファン・ソンホン選手。まあ、堀池選手は、まあ、清水のイメージが強いですね、矢部チェフの初代解説者。で、野順勇選手も、まあ、広島のイメージも強いけど、セレッソでもこの時活躍してましたね。その後はアビスパ行ったかな。で、真中選手は、まあ、鹿島でスーパーサブで活躍してて、この年からか、前の年からか、セレッソだったと思います。 で森島、西沢はここ、日本代表公務員ですね。日韓ワールドカップでも J2 だったんですけど、選ばれるくらいのレベルでした。チームがね。そてファン・ソンホン選手は前の年から多分行って、この年 J1 の得点王でしたね。だからめちゃくちゃ活躍してて、ここ3枚だから強力だと思いますね、特に。ファン・ソンホン、西澤、森島っていう3枚はもうめちゃくちゃ強力だったと思います。で、サブ見ていきましょう。サブは特にあるかな。原田選手はフリューゲルスから加入した選手かな。 で横山選手あとはあっ梶選手ね梶選手この時セレッソいて、まあ、その後大分行って FC 東京行って、まあ、代表入ったりっていう感じですねそしてガンバー行ってファジアーノ岡山で引退かなで原選手西谷雅也選手西谷選手もまあこの時めちゃくちゃ活躍してて、まあ、世代別代表にも入ってもおかしくなかったんですけどそんな入ってなかったかな まあ、神戸行ったりとか、仙台って、浦和行って、札幌来てプレーしてて、札幌の時めちゃくちゃ活躍してましたね。宮川選手。宮川選手、宮川大輔って名前じゃなかったかな、と思います。なかなかセレッソ、ちょっと情報薄かったな。けど、セレッソ、本当ねにいい選手多いですよね。レギュラー中心に。ということで、まあ20分くらい経ったね。今日はここまでにしておきます。次はどこだ最後、神戸とかかな。最後、神戸。 J13 つでその後 J2 入ってから多分次回で終わるんじゃないかなと思います今日はセレッソまでですねセレッソは韓国人中心のメンバーだった時期かなと思うので多分神戸も韓国人が多かったかなそこね神戸次回見ていきたいと思いますのでまたよろしくお願いしますここまでお付き合いいただきましてありがとうございます次回神戸編神戸編ではないか神戸からやっていきますのでお付き合いください失礼します